おはようございます、今回は久々に真鶴にやってきました。深瀬釣りをしている人は2名ぐらいいますかね。シーズン始めで渋いという話です。雪の反応はありませんね。ほぼ秒殺かな。これはちょっと怖い。一匹コッパグレー、やっと一匹だ。ありがとう。
日が沈むからこれ違うよな。ああ飛ばれた。いやー美味しいな。沖合にメリエサをかぶせて団子状にしてるんですけど、それでも簡単に餌がなくなります。じわーっと浮きが冷えていくんですよね。中は全然ダメです、今潮が一番下がりきってあまり動いてはいないんですけど、午後になったので ラストスパート的にちょっと早めに ラストスパートかけちゃいます。熱帯魚みたいな青い魚が大量に湧いてます。なんだ、お、なんかかかってんだ。あ、なんだ、浮きが動かねえと思ったら来たまぐらじゃねえかよ。おい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 、お前か。もうやだな、お前。やめてよ。あ、パリ取りやがったな。パリ取りやがったな、お前。ああ。やってくれるな。
現在2時、あと2時間。あと日没まであと2時間。え、まだ？お、なんだ？ふふ。下りに行きたかったのかな？ここに下りがあるのかな？全くダメ。釣れました？バッチリ。ご視聴ありがとうございました。
画面下の赤いボタンをクリックしてチャンネルを登録してくれると嬉しいです。